ますよしよしよし、うわキンクも余裕です。やっぱさ、ちょっと使いたいやん。なんか、せっかく当たってくれたし、ブリュレが来なかった意味ってのは、ここにあると思うんだよね。よしよし、これでとりあえず80になったんで、やっていこう。絶対面白いから、こいつは。さあ、ということで今回ね、この、二人でね、今回、三連戦取ってきました。あのね、僕が使っていたクラッカーはこんな感じですね。もうとりあえず、もう火力特化。まあ、いつもの最強アタッカーメドル2万円編成バージョンです。はい。で、浦野サンジ君と、まあ、キャラダイバーいつものアタッカーゾーン系新世界という風になっております。結論から出ましょう。クソほど強いです。クラッカー。めっちゃくちゃ楽しいし、強いし、たまらないです。この動画見たら、使いたくなると思います。それでは、第一戦目から、どうぞ。さあ、ということで、クラッカー第一戦目頑張っていきましょうか。あのね、2000ぐらい練習してきたんですよ。歌には強く出れるんですよ。割かし。いけ、ビスケット。ここで、プレッツェルワンパーン。そう、こういうことなんですよ。ビスケット兵で回避遅延さして、で、そこに、クラッシュプレッツェルで、スモみたいな。ま、余裕っすよね、キングも。だからめちゃめちゃ強いですよ、クラッカー、本当に。ただ、カイドウはきつかった。カイドウでなんかなすすべなくやられたような気もするんですけど。え、真ん中行ってんの誰も。あれオリンはオリンどこ行った？あれいなかったっけ？じゃあ最低、無理か。ポン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 チューで、オッケーオッケー、ナイスナイス。やめてね。はい、ポン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 。いけ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 。歌カード取らないとお話にならないんで。オッケーナイス、言うよ。見てね。でももう。俺あれ引っかかるんよな、普通に。いや、ここ助けてあげたい、俺が。いけビスケットへチクチクチクって言ってる。よし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 。いよいよ、ナイスナイス。任せろ。クラッシュプレッツェル！クソ強くない？マジで。ガチで良くない？オッケー、上の方行こうか。ジャスト入って、いけ！プレッツェル！ビスケットや、間違えた。ワン、ツー、はい、ワン、ツー。いや、ほらほら、もうゾロももうお手のものよ。ジャスト入ってやれない。ナス、握っちゃう。回避誘って、でしょ？で、ここで、クラッシュ。プレッツ！オッケー。これで一回落としてね。あと、無敵スキルだけど。オッケー、オッケー、逃げていく。まあ、ゾロも逃げちゃうよね。さてさて、あと守るだけなんですけども、割かしオリンが攻めてるんですよね。守ってほしいところでありますが、ポン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 。よしゃ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 。クソ強い。おい、マジやばいぞ、こいつ。終わってる。強すぎて。これ、縁の下の力持ちすぎるわ。上はもう任せてよ。俺もう、檻のサボに徹するから。あー、やってるやってる。そのカーブ、やばいやばい。いけ、ガード。いけ、ビスケットへ。ナイスナイス、よしよしよし。うわキンクも余裕です。さすがにいけますね、これは。ナイス、プルッツ。ワン、ツー、よいしょ。で、ここで、ビスケットへ。こいや、これやばくないマジで。本当に強いんやけど。ガチやばいわ。楽しすぎる。さあ、ということで、クラッカー第2戦目頑張っていきましょうか。オッケーオッケー、いきますよ。まあ、さっきの調子でね、頑張っていきましょう。さっきは結構中央がね、密集地なんで、そこに、ね、ビスケットポンって、ポイしてたら、行き取ったんですけど、こういう広々とステージ、したステージ、どういう風に、ね、こう活躍できるのか。まあ、腕の見せ所ですよね、本当に。で、まあ、オリンが来るまでは僕がね、ちょっと、いようかなと、思うわけですけれども。どう？この人。え、その無駄回避やばくない？そうなるよね、そうなるよね。うわ、当たってる、当たってる。ギリ当たってるのか。大丈夫。いけ、ビスケットへ！ちょうど、真ん中をすり抜けてるっていう。いやー、それ当たるか、それ。マジで？あ、そう。この短縮も強いよね。ここ。さすがに。
これ、よろけ向こうがついてて、で、防御、今、攻撃力上がってるでしょ、これ。はい、ここ。ワン、ツー。いけ！見つけて。あ、無敵スキルね。オッケーオッケー。で、また、見つけて。いけ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 。おーしよしよ、いいよいいよ。ワン、ツー。待って待って、からの、からの、からの、一歩引いて、一歩引いて、見つけて、助けて。やめて！いけいけ！なんとかして！オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。痛いのは嫌いねえ。当たらない、当たらない。お、見てなかった。よし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 。強すぎる。よし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 。ちょっと待って。さすがに。プラッツァル！オッケー！ほぼ原則再現ね。はい、よろけ向こうが強い。ワン、ツー。いけ、ビスケット！ポン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 。逃がすな、逃がすな。オッケー。この通常めっちゃ長いからね、リーチ。これ当たるよ。ほら。あ、終わった。あー、これはちょっと引き方声だね。あー、ちょっと助けて。ワン、ツーやね。オッケーオッケー。読んでる読んでる。うわ、マジか！無理やったか。いやー、まあまあまあ、でもいい仕事したと思います。さあ、こっから残り1分か。さすがに3時やな。あっちは無理そうやろ？これ俺が守ってあげないと。ワンからのクロンキャッセ。おぉ！マジか！無理やったか？向こうの方が早かったか？じゃあ無理やな。向こう。さすがに？抜いてくれる。厳しいよね。いけるか。いやー、無理やな。勝ち筋がないですね。かー。さあ、ということで、次で3列目頑張っていきましょうか。あのね、赤いないんですよね。この時、今。じゃあ、さいって。ポン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 。いけいけ。まだ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 いけまだ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 いけ。回避遅延からの、いや待てよ。メーザー砲が待ってるから、飛んでくるよ、飛んでくる。抜け終わり。プレッツナイス！さすがに？いや、マジ！当たるか！悔しい！さすがに。いけ！ビスクテ！ナイス！いけいけ、抜け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 。惜しかったね。ナイスウェイド、ナイスウェイド。あの2個欲しいな。ちょっと 70% 以上キープしたいんで。ちょ、これもらうわ。さすがに。上見るか。ちょっと、かわいそうやな、これ。俺が見よう。今ちょっと鼻かけますね。右手がお留守ですか。ワン、ワン、返すかう。ワン、ツー。よろけもが強いからね。ワン、ツー、オッケー。ワン。通常振るなら俺も通常。やばい。いけ、ビスケて。からのここプレッツァル！オッケー、オッケー。いけるいけるよ。あともう一押しやな。あー、ちょ、見てなかったわ。くそ。ふざけろ。ありがとう。ナイスマム。オッケーオッケー。一回ちょっと3時挟むか。マムやられるな。やられんか。まずはこのクソマリオを下ろすか。クンカス！クソマリオ！スカイウォーク！いや、それ当たれへんの。嘘でしょ。嘘、そこは当たってよ。上はもう頑張ってね。俺ここにいないと。クロダル！いやー、マジか。今の回避ちゃうか。やってんな！じゃあ最低。無理か。これ抜けたら大きいよ。なーん！ビビっちゃった。歌のフォローとかつかへんかったわ。オッケーオッケー。まあまあいいや。ここも一回じゃあクラッカーで守りきりましょう。上を取らないといけないから、そのフォローいくか。プレッツェル！ナイス。取っていく。ぐらい行ってんな。いけ。ビスケット。ナズ。いいよ。いや、マジ。ちょっと待って。ワン、ツー。
いや、無理か。ちょっと待ってね。上、守れた勝ちやんな。オッケーオッケー。勝ったな、これは。さすがに。ワン、ツー。いやー、カイド強いねんな、やっぱり。いやー、ありがとう、マジで。助かったわ。はい、ということで、クラッカー3連戦いかがだったでしょうか？めっちゃ強くなかったっすか？僕ね、ここ最近出た中で一番好きですね。ゾロの次に好きです。めちゃくちゃ面白い、こいつ。このね、やっぱ、無限に生み出せるビスケット兵、やっぱ、壊されても、まだすぐにこう、提供することができるっていう強みと、この多段、超多段で、で、その回避遅延させるんで、ガガガガガってずっとこう、ね、押し出してくれる。で、そこになんならクラッシュプレッツェルでツモをすることができるっていう、この、格殺コンボ、めちゃくちゃ強いです。しかもこれやっぱその、ダメージ減少無視ってのがあるんで、これはね、またまたこうね、強力なアタッカーが出てきたなっていうところで、僕はもうちょっと大興奮ですね。これは、100に向かって突き進めていこうと思います。本当に、こいつ超おすすめのキャラとなっています。まあ、ブリレは今回当たらなかったんでわかんないですけども、まあでも多分ね、結局オリンやんってなると思います。僕は。僕が見ているオリン、2日後のリーグ風景は、多分、結局、オリンヤンってなってると思うんで、まあ、やっぱり今回のあたりは、クラッカーやと思いますね。はい。ということで、今回はね、ここら辺で終わります。お相手は、千代田光輝でした。それで皆さん、さよなら。